ロータスエリーゼエリーゼはロータスカーズが設計、製造、販売するロードスター型のライトウェイトスポーツカーである。アルミ製シャシーと横置きエンジンエリーゼの特徴はアルミ合金製の部材を航空機にも利用される接着剤で組み立てたバスタブフレームと FRP 製の外装によって実現された軽量な車体にある。アルミニウムシャシーの組み立てにリベットを使用せず、 航空機製造用のエポキシ系の接着剤を用いることにより剛性を確保して組み立て精度を向上しながらシャシー単体で 68kg と軽量化に寄与している。シャシーのフロント部初期ロットのエリーゼはエンジンベイ、リアハブキャリアもアルミで作られている。ブレーキローターには量産車発のアルミディスクを使っていた。1998年以降のロットにおいては アルミディスクの供給会社が倒産したため通常のスチールに変更されたほか、その他のアルミ部品もスチール製に変更されて、少なからず重量が増加している。フェーズ1やシリーズ1などのように通称される最初期のモデルでは、エアコンやパワーステアリング、ブレーキブースターなどが省略され、車重は高潮 690kg 程度である。 2012年現在のモデルは、エアコンやカーオーディオ、エアバッグなどの衝突安全装備などを搭載して、900kg 程度となっている。またハンドリングにも優れており、軽量なアルミ製車シシーが支えるタイトな走りは、レーシングカーさながらである。ニザのタルガトップクーペスタイルで、エンジンは、キャビン後方、ミッドシップに横置きされ、後輪を駆動する。サスペンションには、フロント、 リアともにダブルウィッシュボーンを採用している。キャビン後方の FRP ボディ内部には四点式のロールバーが内蔵されていて、布製の掘屋根は手動で両構造ごと脱着する方式を採用しており、キャビン後方へ折りたたまれる機構は有していない。大量生産に向かず、量産効果による低価格化が期待できない車体構成でありながら、 販売価格は500から700万円程度と比較的安価な設定となっている。エスプリの生産が終了した2004年以降、ロータスの主力モデルとなっている。エリーゼは E で始まる、ロータス伝統の名前が付けられているが、その由来は、当時のロータス株主であった、ブガッティの会長ロマーの、アルティオーリの孫娘の名前、エリーザである。ただし、エリーザは、イタリア系を連想させるため、 エリーゼとなった。2010年のフェイスリフト後のモデルロータスが開発した。エリーゼは1995年のフランクフルトショーでデビューした。翌1996年から販売が開始され、エンジンのバリエーションや派生車種の追加などを受けながら、2001年にモデルチェンジされた。このモデルチェンジを境に、フェーズ1とフェーズ2、あるいはマーク1とマーク2、 シリーズ1とシリーズ2のように呼び分けられている。2004年にはトヨタよりエンジンの受給を開始し、さらにモデルバリエーションが増やされた。2010年に再びフェイスリフトが行われ、搭載されるエンジンやトランスミッションが変更された。1999年から2001年11111、11 S2001 年から2011年、エリーゼフェーズ22001年、 エンジンバリエーションとモデル展開はそのままに外装デザインが一新された。オプションとしてエアコンが装備できるようになった。エリーゼフェーズ32011年以降2011年モデルでウィンカーがヘッドライトユニットと一体化されるなど外装デザインが変更された。エリーゼ GT1997 年に始まった FIAGT 選手権。 GT1 クラスに参戦するために開発されたモデルで、市販のエリーゼとの共通点は押し出し形成のアルミフレームを接着するという構造だけである。当初はエスプリのレース仕様のエンジンを搭載したが、後に GM 参加時代に設計したコルベット ZR-1 の V8 エンジンを許可を得て使用した。しかし、いずれも高成績を残すことなく1998年に撤退した。 ロータス 340R1998 年10月20日にバーミンガムで行われた NEC モーターショーで発表された。屋根やドアのない車体構造で空調装置も搭載されていなかった。当初は 500kg の車重に 170bitHP の K シリーズエンジンを搭載する予定で、1トンあたりの出力が 340bitHP であることから、この名が与えられ。 生産台数も340台に限られた。しかし実際に販売された時には、日本の自動車検査省には、車両重量が6 8 0ラムと記載されていた。K シリーズは、可変バルブタイミング機構なしで1 7 8ビット h p を発生し、パワーウェイトレシオは3 8キログラム BHP、0時速1 0 0トル加速は4.4秒であった。 2017年に発表された211の後継モデルで世界311台の限定車である。重量は 890kg で、エンジンはレースバージョンで 466PS 53.、53.5Kgm と大きくパワーアップされ、大幅に高められたダウンホースを持ち、ホッケンハイムリンクで市販車最速を記録した。日本の自動車検査賞では7 5 0ラムと、 記載されている。二元車間、c g 選手現代のライトウェイトスポーツカー、ISBN 七十八から四から五四四九一五一六七。p 三十ウェブク二千十年十月十四日、ウェブク二千十一年一月二十日、httpjp、autoblog.com、2016、03、1ロータスレブン冒険ハイムラップ、レコードビデオ、 ありがとうございます。